すごいチャーシューすごい入ってんな。さすが。めちゃくちゃ美味しい。いやーだった。美味しい。うわーもうザ豚骨。九州に帰ってきたみたいだな。うん。花輪チャンネル。どうも花輪でございます。さしママです。はい。今日はですね非常に寒いので。うん。ね、ちょラーメン食べたいなってことになりまして、はい、ママが豚骨ラーメン食べたいということで、うん、横浜の神奈川区にありますこちらでございます、はい、九州豚骨ラーメン玉勝田、玉勝田、ね、うん、これ大分の、まあ、大分もまあ佐賀近いですから、そうだね、はい、九州ラーメンが神奈川で食べられているということでございまして、行きましょう。ここね、美味しいってね噂聞いてきましたんで、ママ何、ママチャーシュー麺、はい、チャーシュー麺、はい、もうね、基本的にメニューはラーメンです、うん、俺もチャーシュー麺にしようかな。あとはなんかこのご飯系もあるよ、明太ご飯とか、はい、トッピングは、トッピングキクラゲ、キクラゲトッピング、はい、海苔行こうかな、トッピング海苔、海苔、明太子ご飯、うん、オッケー、じゃあこれでいきましょう、うん、花輪チャンネル、こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。すいません、今日はよろしくお願いします。これ食券買いましたんで、はい、はい、卵、あとね麺の硬さとかこれ書かれますか。そうそう、麺の硬さがまたこれ見てください、ここに書いてあります、はい、麺の硬さ固めで、はい、はい、僕バリカタです、バリカタ、はい、玉勝田っていうのはあそこに書いてます、玉げたみたいな感じかな、いやびっくりした、驚いたとかね、はい、やっぱ博多のラーメンだな、豚骨で。替え玉とかもあるんですか。ありますね。やっぱあるんだ。この辺がさ、ほら、もう九州って感じだよね。紅生姜があってね。うん、で、これすりおろしニンニクですか、これ。大将は横浜出身。横浜ではないですけど、この近辺ですね。あ、そうなんですね。すごいチャーシュー、すごい入ってんな。さすが、チャーシュー麺。うわー、チャーシュー麺キクラゲ。来た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 、はい。うわー、美味しそう、やばい、キクラゲたっぷり、いやめっちゃ美味しそう、いい写真撮って、嬉しい、どうぞ、あー来た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 、うわすごい、海苔、海苔がてんこ盛り、その下にチャーシューが隠れてますね、いやいいですね、あ、いいね、紅生姜、紅生姜、うん、紅生姜入れましょう、こちら明太子、ね、うわ来た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 、すごい明太子だ、あはは、美味しそう、いいですね、あらららら、ら美味しそう、いいですね、さあそれじゃあいただきたいと思います、はい、いただきます、どうぞ、うわーこれ嬉しい、もう行っちゃってください、久々なんかさ、九州のね、久々や、超嬉しい、うわチャーシューすごい、いただきます、いやーだった、嬉しいですね、ママが美味しいって言ってくれた、うん、あさ、うん、ボリュームがすごい、すごいね、ネギの量、ちょっとまスープからいただきます、美味しい、うん、うわーもうザ豚骨、うん、うまっ、うん、めっちゃ美味しいね、うまい、割り方、割り方ですね、いいですね、おいしい、チャーシューと一緒にね、いただきます、うん、めちゃくちゃ美味しい、うん、うまっ、おいしい、このくらいぶりだろ、あれ以来、うん、一風堂だっけ、三角のあれどっちだっけ、あれ一風堂だよね、一風堂、うん、これ明太子、すごいね、うわ、いただきます、うん、辛くていいっすね、すごい、あ、この明太子美味しい、うん、こうやって海苔でこう食べるんですよね、そうですよね、こういう感じでね、こういう感じですよね、はい、うん、うわうまっ、たまがったわよこれ、たまがったーってこうやって使うんですよね、そうですね、サラダ言わないですか、たまがったって言わんですね、似たような言葉でも意味がわかるよ、たまがった、うん、うん、美味しい、うまい、うまい、で
構ボリュームがすごい。チャーシューをここにどんどんしてさ、今年初めてですね、あの花輪の食い方、略して花食い、これをちょっとこう明太子こうして海苔をですねこうやって巻いて、略して花食いです。うん、うまっ。うまっ。お酢ってこれスープに入れるっていうこと？そうなんですね。さっぱりなんですかね。どこ？酸っぱ。入れすぎた。味変の時に入れるんだね、こうやってね。おいしい。いやー、おいしい。チャーシュー何枚入ってる？めちゃくちゃ私の入ってんだけど。うん。大丈夫、これあの替え玉っていうのできるんですか？替え玉できますよ。替え玉、これスープなくなってきちゃったな。あ、スープありますよ。あ、そうですか。じゃあスープいただきながらの替え玉で粉落としってやつを見ていいですか？粉落としって2秒、たった2秒の入りました。粉落とし、あ、もう終わり、もう終わりだって粉落としだけじゃん。そっか、粉落としだ、はいはい、見ました、粉落とし、粉を落としただけの麺です。あ、こういう形でいただけるんだ、はい、面白い。でこちらで調節してもらって、あー、なるほど、はい、これをこう入れて、これちょっとこう入れながらって感じですね、うん、結構これ替え玉量があったな。だけど意外と量が多い。うまっ。結構量多かった。この後押し、うん、おいしい、おいしいですね。ありがとうございます。うん、いやーなんか九州に帰ってきたみたいだな。うん、こんにちは、いらっしゃいませ。常連さんですか？あ、オーナーさん？え、こんにちは。え、女性の方なの？え、そうなの？え、社長？社長女性なんだ。どう考えてもこちらの方がオーナーさんっぽいじゃないですか。え、風貌ね。風貌はね、あ、そう。え、九州出身なんですか？ここのお店はお父様が始めたんですか？あ、そうですか。美味しいですね。なかなかあの九州のラーメン食べれなくて小川に来て、うん、いいですよね。あ、ママすごい、うん、完食、完食、美味しかった、すごい、ちょっとお腹がパンパンです。最高でした。替え玉もして、あとこの明太ご飯も食べました。いやー、でも久しぶりの大分だけども九州の豚骨ラーメン美味しかった、うん、はい、ということで満足でした。はい、すいません、大将ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも